ウルトラマン・トリガー、マルチタイプ、ブート・アップ・ザペリオン。未来を切って、我の光、ご唱和ください、我の名を、ウルトラマン・デッド。令和版ティガとしてさまざまなセルフオマージュを展開してきたテレビシリーズ「ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガ」についにあの伝説の影の巨人がよみがえります。25年前ティガと繰り広げたあの激闘が今スケールアップした新たなる戦いの物語として令和の世にその息吹を吹き返します。イービルティガの影を継ぐ最悪の巨人イービルトリガー、ここに初見山です。ウルトラマントリガーで主人公真中健吾を演じています寺坂雷我です。もう僕もこの情報を言いたくてたまらなかったのでもうニヤニヤが止まらないんですけど、今日は最後までワクワクしていってください。みんなスマイルスマイル、お願いします。一発目でスマイルスマイルやってやろうかなと思ったんですけど、大人の方いすぎてちょっと緊張してひよってしまいました。はい、まあまあですね、夏川春樹役の平野光秀です。おっす、あーす。皆様はじめまして、ガッツセレクトの新隊長時岡隆一役をやらせていただきます中村雄一です。お願いします。新隊長、あれ中村さん、はい、ありがとうございます。じゃあ早速もう、はい、今日いろんな話を聞きたいと思ってます。このテレビシリーズを応援してくださる皆さんのおかげだなっていうのはすごく感じたので、皆さん本当にありがとうございます。やんやん、もう一番はそうですね、応援があるからこそ次につながるっていうのがなんかすごくしみじみしちゃったというか、だから本当みんなで喜びましたね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ平野さんいかがですか。はい、僕も最初すごい嬉しくて、またガッツセレクトの皆さんに会えるんだっていう、本当に皆さんいい人たちなんで、それが嬉しかったのと、 Z は劇場版がなかったのでその分ここでしっかりと爪痕残して今後ね、今後 Z の劇場版やってもらうためにも、はい、しっかりと春樹を演じ切ろうと思いました。ありがとうございます。どういたしまして。じゃあでは中村さん。はい、そうですね、もうこの配信を今見られている方、なんで中村雄一がここにいるんだって思われている方が多いと思うんですけれども、はい、中村雄一ウルトラマントリガーに出演するということで、でもね僕もまだ実感ないんですよ。え、まだですか。なんかねこれね、この発表会も含めてなんか壮大なドッキリだと思っていて。そんなことある。3月18日に上映や配信されるまで俺はまだドッキリだと思ってる。出演が壮大な、この大人の数でもう今ドッキリ中でしょ。違いますよ、芸能ですよ。そんなことね、もう本当にね、歴史あるウルトラマンという作品にこう自分の名前を刻めてとても幸せです。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。まあ結論的にみんなさんハッピーですね。あ、ハッピーです。ハッピーです。スマイルです。じゃあもうファンの皆さんも多分この発表でとってもハッピーだと思いますね。はい、いいですね。その、これ決まった時 に、はい、いやびっくりが、あ、びっくり、びっくりが大きかったですね。そうですね、僕自身も本当とにかく健吾として演じ切ろうっていう気持ちでやっていたので、びっくり度合いをスマイルスマイルで表してください。びっくり度合いをスマイルスマイルで表す。はい、そんなことしたことないよ。いやいや悪い。表すと、はい、普段のスマイルスマイルはね、ほらスマイルスマイルが普通ぐらいのびっくり度合い、はい、本当の今これ聞いた時のスマイルスマイルスマイル。ああ、出た。ちょっとやめません。はるきさん、ありがとうございます。ごめんなさい。皆さんいつも応援してくださって本当にありがとうございます。エピソード Z 絶対に期待に応えられるものになっていると思います。希望の光の皆さん一緒に戦ってください。お願いします。
皆さんいつも応援ありがとうございます。そしてこの作品本当に健吾くんとトリガーさん、そしてハルキとゼットさん、かっこよく仕上がってると思います。そして皆さんがたくさんこれを見てくれて応援してくれれば、この先ね、Z のね、劇場版もねあるかもしれないからね、狙ってるね、それをね楽しみにたくさん応援してください。ジェストありがとうございます。そうですね、あの座長の素敵な寺坂君や、キャストの皆さん、スタッフの皆さん、関係者の皆さんが長い期間をかけて大切に育てた作品の集大成をぜひ、見ていただけたらと思います。映画館で上映が始まったら僕も、ここに新隊長って名札をつけて劇場に行きたいと思うので、ぜひ見かけたら声をかけてください。お願いします。本当ですか？行きますよ、絶対行きますよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ウルトラマントリガーエピソード Z の続報、今後の展開にぜひご期待ください。